ウニベルザール・ビブリオテイク・レクラム出版社は、ドイツの出版社。ドイツ語の文庫本で著名なレクラム文庫の出版元として知られる。1828年創業。ライプツヒの本社。戦後は、本社は西ドイツのシュトゥットガルトへ、さらに近郊のディッチンゲンに移っている、ライプツヒブックフェアでのレクラムのブース。黄色い背拍子の文庫が並ぶレクラム文庫の表紙。 ペール・ギュンとヘンリック・イップ・センチョ・レクラム文庫は、貸本業者のアントン・フィリップ・レクラムによって、21歳の時2828 28年に、ライプツヒで、図書館や文学博物館や印刷業なども兼ねて創業された。出版社は、フィリップ・リクラム・ジュンと名付けた。2度の世界大戦で打撃を受けたが、現在は約2800タイトルのレクラム文庫のほか、 レクラム出版社では他に広範なジャンルのハードカバーによる専門書、また CD ロ m など電子メディアなどによる本も刊行している。1867年創刊。創刊から現在に至るまで文芸、哲学、自然科学、社会科学など広範なジャンルの本を連歌で人々に提供しており、その活動はドイツ語圏の人々の知識向上。 教育の拠りどころの一つになっている。そして、遠く離れた日本などでも、ドイツ語圏の文化に触れるためには欠かせないほどの、よく知られた存在となっている。また、このレクラム文庫は日本における、文庫本の発祥とも言える岩波文庫のモデルとなった。現在のウニベルザールビブリオテークと呼ばれている、黄色いカバーの文庫本の出版元としても知られている、レクラム出版社であるが、 創業当時はドイツでは図書に関する著作権が決まっておらず、廉価な価格で人々に本をと思っても本が出版できなかった。しかし1867年にドイツの国会で著作権の保護期間を著者の死後30年とする法律が決まり、レクラムも自由な出版ができるようになった。記念すべき多同時発刊として、 ゴットホルトイ・フライム・レッシングの賢者・ナータン、外国物であるウィリアム・シェイクスピアのロミオとジュリエット、他の作品が登場した。作品のジャンルも文学、哲学、オペラ、古典等多岐にわたり、月に10冊というハイペースで刊行。この文庫本の普及により連歌で人々日本が行き渡るようになり、ドイツ語圏の人々の知識向上に貢献した。 また学者や文人からも熱烈な歓迎を受けた。その後も観光を続け、1959年には戦艦を数え、現在では約2800タイトルを数える。ありがとうございます。